あなたは何しに日本へという取材をしてますね。成田空港の出口。成田からの帰り道。成田からの帰り道です。これから直で、娘2人を音楽教室にお迎えに来ます。15分しか余裕がない。帰ってきました。東京は暑い。東京は暑すぎ。いろいろと今洗濯などして、はい、いろいろ洗濯中です。今回は大変でした。まあこれから自転車、吹きや太極拳、呼吸法、ヨガですね、やってしっかりと改めてまたエベレストに向かいたいと思います。はい、そんな感じです。はい、多分すぐ寝るでしょう今日は。